はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。今日はこちら、デラックス、黒い妖怪ウォッチです。2017年2月18日、本日発売の妖怪ウォッチの新しいモデル、黒い妖怪ウォッチが出たので、買ってみました。早速開けましょう。ドゥエー！ドゥエー！ごめん。ということでこちらが黒い。ねえ、もう普通の声でやろう。わかりました。こちらが黒い妖怪ウォッチですね。はい。ここに目がついて口があって。手もある。え、手？ほら。あ、これ手か。うん。いい感じ。これね、しかもちょっとマットなんだよ。うん。サラサラしてていい感じ。はい。ここにボタンがありますね。うん。こっちは光るのかな。そうだね、うん、でここ個別認識のいつものプレートがありますね。はい。裏側はベルト、このような感じになってます。突起物などで押して外すことはできますね。はい。で外してやろうか。うん。そしてメダルはジバニャン、このいかにも妖怪になったジバニャンと、ケイタが妖怪になったケムシ男が入ってましたね。これ一応ケイタだね、うん、でケムシのカルタになってます。ではこちらに電源のスイッチがありますので電源入れてみてください。はい。ギョロリギョロリかな。じゃあ早速ジバニャン入れてみようか。はい。セトン。怖い。ジーバニャン。じゃあケムシ男聞いてみようか。はい。ケムシ男。これ今回かなりブラックだね、うん、いいんじゃない、こういう妖怪ウォッチも、うん、じゃあ反対向きにメダル入れてみよう、うん、そうじゃないよ。あーちょっと可愛い感じになるんだね、うん、これはもう完全にウィスパーの声だったね今ね。では続いては妖怪にしてしまうモードをやりましょうか、はい、この赤いボタンを長押しだ。光ってる。うん。それで話すと、これはですね、妖怪がこう人間を食べて吐き出す音なんですね。気持ち悪いですね。すごいですね。じゃあ次はトークモード。トークモードはこのボタンを短く押すだけ。そうだな。肉いっちゃう、肉。肉な。今なんつった。口が悪いな。いただきます。いい匂いがするね。妖怪ウォッチ、ウォッチって言ったら黒だろ黒。こんな感じか。あんな感じですね。はい。なかなかいいんじゃないの、うん、今回の妖怪ウォッチ。妖怪。じゃあ悪いけど最新くん、うん、妖怪にしちゃうよ君を。カブトエイシン。気持ち悪い。何こいつ、気持ち悪い。じゃあ今度はパパ妖怪にしてやるよ。できんのかな。パパディーツー。
パパも怖くなったね。俺たち二人とも妖怪になっちまったな。今回の妖怪ウォッチなかなか面白いんじゃねえか。そうだな。ちなみにこのイラストは俺が描いたぞ。そうなのか。そうだ。はい、ということで今回はデラックス黒い妖怪ウォッチでした。ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方は高評価をしやがれ。ついでにお前たちも妖怪にしてやろうか。